もうすぐ日も暮れますし、今日はこの辺りで休みましょう。私がテントを張りますから、あなたは焚き木の用意をお願いしますね。一人でテントを張るのは無茶じゃないかってどことん私の心配をしてくれるなんて、あなたは本当に優しい人ですね。ありがとうございます。でも大丈夫ですよ、私いろんなところを旅して回っているんですもん。テント張りくらい一人でパパッとできちゃいます。それよりあなたの方が心配ですよ。焚き木を集めている時にうっかり魔物に出会わないように十分注意してくださいね。それじゃあ準備に取り掛かりましょう。さあテントが出来上がりましたよ。あなたも順調そうですね。お腹が空いちゃいましたそれじゃあさっき買った食材で料理をしましょう。まずは前菜のサラダを作りますね。野菜を切って。わあ、ありがとうございます。でも前に包丁の使い方を教えた時は随分手つけが危なかったですよね。今日は大丈夫でしょうか。お手並み拝見させてもらっちゃいます。わあ、すっごくいい感じじゃないですか。うんうん、安心して見ていられます。さては練習しましたね。上達しましたね、ご飯王子。じゃあサラダはあなたにお任せして、私はメインの魔物カレーを作りますね。魔物なんていつ用意したのかって？それはもちろん今から買ってくるんです。やっぱり食材は鮮度ピチピチが一番ですから。では早速行ってきますね。お待たせしました。食べ応えのある魔物が取れましたよ。それはもう美味しいご飯が待ちきれませんから、さあさあ早速料理しちゃいましょう。この魔物をグツグツ煮込んでトロットロにすると、旨味成分がカレーに染みて最高の味になるんですよ。じゃじゃーん、ペコリーヌ特製魔物カレーの完成です。わー、いい匂いですね。よだれが溢れてきちゃいます。これは傑作の予感がしますよ。さあ早速食べましょう。いただきます。もぐ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 、これはむしゃむしゃむしゃ、どうしましょう。スプーンが止まりません。この味最高です。うまい。あなたの作ったサラダもカレーとの相性抜群でたまりません。やばいですね。お腹いっぱいです。やっぱり誰かと一緒に食べるご飯は最高ですね。この満たされた気持ちのまま今日はぐっすり眠りましょうか。で、あれ？どうしたんですか？私の顔をじっと見て。そんなに見つめられるとさすがに恥ずかしいと言いますか、照れちゃいますよ。修行ですか？ああそうでしたね。私ってばすっかり忘れちゃってました。それじゃあ剣を構えて素振りを始めますね。はっ、やっ、えい。次はもっと素早く切り込みますよ。それとてや。あなたも素振りをするんですか？まだまだひよっこさんですね。剣に振り回されていたら満足に戦えませんよ。腰を低くしてもっとどっしり構えてください。そして全身全霊の力を込めて、おやー、これが基本です。さあや
ってみてください。うんうん、さっきよりもいい感じですよ。今の感じを忘れずにたまに練習してみましょうね。もっと剣の扱いを教えてほしい。早くみんなを守れるくらい強くなりたいからですか？ね、大丈夫ですよ。その気持ちを持ち続けていればいつか強くなって誰かを守れる立派な騎士になれますよ。男の子ですね。とってもかっこいいことをさらりと聞かせてもらっちゃいました。ヒューヒュー。この人が騎士として守る人か。それが私だったらいいのにな。って、いやいやいや、私ったら何を考えているんでしょう。雑念退散です。さあ修行を続けちゃいましょう。私も今日はヘトヘトになるまで剣を振ることにします。まずは自分の身を守れるくらい強くなりましょうね。私が相手になるのでかかってきてください。